感動必死。平野翔と岩優太の特別な絆の物語、これを見逃すな。平野翔と岩優太の真の関係性が明らかに。平野翔と岩優太の関係性は、ジャニーズ事務所の中でも特に注目されるものです。この二人はジュニア時代からの友人で、常に一緒に過ごし、お互いを信頼し合ってきました。平野翔は、岩優太をお兄ちゃん的存在として尊敬し、 甘えることができる貴重な友人と感じているようです。一方、騎士ユタも平野翔を特別な存在として認識しており、その関係性はファンの間でも広く知られています。ジュニア時代、二人はよく一緒に遊び、バカなことをし合って楽しんでいました。その頃からすでに、お互いにバカと言い合うような関係で、まるで兄弟のように親密でした。特にガンユータは、 筋肉がすごいことで知られており、平野翔もまた、筋肉を見せびらかすことが好きな一面があります。このような共通点も、二人の関係をより一層深める要因となっていました。初めての出会いは、名古屋で開催されたセクシーゾーンのツアーバックでのことでした。その時、岸優ユタは平野翔のジャージ姿に感銘を受け、積極的に話しかけるようになったといいます。 普段は自分から話しかけることが少ない岸優ユタが、平野章には特別な感情を抱いていたのかもしれません。キングプリンスを結成してからは、平野章の熱い眼差しが常に岸優ユタに向けられていました。ファンクラブ動画や音楽番組の動画でも、岸優ユタが話すたびに平野章が彼を見つめている姿が映し出されており、その視線には深い信頼と尊敬が込められていることが感じられます。しかし、 平野翔がジャニーズ事務所を退所し、岸優太がソロ活動を始めることになった時、二人の関係はどうなるのかと心配するファンも多かったです。それでも、二人の絆は変わることなく、今でもお互いをリスペクトし合い、家族のような関係を続けています。特にガ優太が、それはないよ、と強く言ったことで、ファンは安心し、二人の関係性が変わらないことを確信しました。 今後の関係性については、二人がずっとお互いを尊敬し、信頼し合うことを続けるだろうと予想されます。ジュニア時代からの深い絆を持つ二人は、これからも変わらずに仲良しでいることでしょう。ファンにとっても、それが一番望ましいことです。平野翔の天然さに対して、岸優太が突っ込みを入れる姿や、突拍子もない行動にも笑顔で応じる姿は、二人の関係性を象徴するものです。 彼らの関係は、まるで運命のように感じられ、見る者に感動を与えます。このように、平野翔と岩優太の関係性は、ジャニーズ事務所の中でも特別なものであり、ファンにとっても大切なものです。彼らの絆がこれからも続くことを願いながら、二人の活躍を見守りたいと思います。彼らの関係性は、ファンだけでなく、他のメンバーやスタッフにも大きな影響を与えています。 キングプリンスの他のメンバーも、平野翔とガン・ユータの特別な絆に感化され、グループ全体の結束力が強まっていました。特にライブやイベントの際には、二人のコンビネーションが際立ち、観客を魅了するシーンが多く見られました。ライブ中、平野翔がガン・ユータに対して見せる一瞬の笑顔や、何気ないボディタッチなど、ファンはその細かなやりとりを見逃さず、 二人の関係性に心温まる瞬間を感じていました。これらのシーンはファンが彼らを応援する理由の一つでもあります。また、二人の関係性は彼らが個々に活動する際にも大きな支えとなっています。平野翔がソロで活動する中で、騎士ユタのアドバイスや励ましが大きな力となり、逆に騎士ユタが困難な状況に直面した時には、 平野翔の存在が心の支えとなっていることが多々あります。これが二人が共に歩む道をより一層強固なものにしています。平野翔はその天然な性格から時折突拍子もない行動をとることがありますが、その度に騎士ユタがフォローに回り、二人の関係はさらに深まっていきました。騎士ユタもまた、平野翔の明るさや無邪気さに影響を受け、自分自身の成長にもつながっていると感じています。 さらに、彼らの関係性は、ファンイベントやインタビューなどでのエピソードを通じても、垣間見ることができます。例えば、ファンイベントでのトークショーでは、二人が互いにからかい合うシーンや、過去の思い出話を楽しんで語る姿が見られ、ファンはその度に二人の絆の強さを再確認しています。また、彼らの関係性を象徴するエピソードとして、あるインタビューで平野翔がガン太に対して、 君がいなければ今の僕はなかった、と感謝の言葉を述べたことがあります。この言葉には、二人の長い友情と信頼が込められており、ファンにとっても感動的な瞬間となりました。さらに、二人の関係性は、メディアや SNS を通じて広がり、多くの人々に影響を与えています。彼らの友情は、単なるアイドル同士の関係を超え、人々にとっての励ましや希望の象徴となっています。 二人の絆が示すものは、どんな困難な状況でも刺され合い、共に成長することの大切さです。平野翔と岩優太の関係性は、今後も変わらずに続いていくでしょう。彼らが築き上げた友情と信頼は、これからも多くの人々に感動を与え、応援されることでしょう。彼らの関係がどのように発展していくのか、そしてどのような新しいエピソードが生まれるのか。 ファンは期待と興奮を持って見守り続けることでしょう。最後に、二人の関係性を振り返りながら、私たちも自分自身の人間関係について考えてみることが重要です。平野翔と岩優太のように、互いを尊敬し、支え合う関係を築くことができれば、私たちの生活もより豊かで充実したものになるでしょう。彼らの友情から学び、自分自身の人間関係にも取り入れてみることをお勧めします。 このように、平野翔と岩優太の関係性は、単なるアイドル同士の友情を超え、多くの人々に影響を与えるものです。彼らの絆は、これからも続くことでしょうし、その姿を見守りながら、私たちも自分自身の人間関係を見つめ直し、成長していくことができるでしょう。